はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。ビッグオー様、ヒロ様、和幸様、近藤達之様、ご支援ありがとうございました。何度も何度もご支援いただきまして誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動を資金させていただきたいと思います。バイデン大統領選から撤退を正式表明、後継候補をカマラ・ハリス副大統領に指名。これ予備選やってますからね、民主党内でね。これはいいんだろうか。バイデン、ハリスで、決まってたんですけれども、これはいいんだろうか。予備選の、なんか、権威的にさ、世論です。ハリスならむしろ、ヒラリーの方がまだ可能性あったんじゃね？女性だから黒人だからって、ポリコレにはうんざり。ハリスってアメリカの連邦みてえなもんだろう。少なくともバイデンでは確実に敗北。ヒラリーでさえ勝てなかったのに、ハリスで勝てるわけがない。日本のマスゴミの持ち上げがキモい。リベラルはハリスで団結とか言ってるけど、トランプ、バイデンより好感度が低いというのは尋常じゃないよな。そっか、好感度低いんだ。人気ないんだ。日本のニュースもハリス推しか。これは分かりやすい。もう早速始めたみたいですね、ハリス推し。バイデン、自分を降ろそうとしたペロシに怒り心頭っていう、昨日のニュースは一体何だったんだと。やっぱりですね、撤退するわって言ってから、それをきれいさっぱり忘れてたんでしょうかね。何？撤退しろだと、ふざけんなみたいな。撤退するって言っときながら。民主党側、バイデンよりは勝算がある。トランプ側、バイデンよりは戦いやすい。ということで、バイデン撤退は両者にとってウィンウィンな関係のみたいですね。民主党からも、共和党側からも、撤退を望まれているバイデンって一体って感じなんですけど、すでに日本のマスゴミはハリス推しを始めた模様であります。わかりやすいですね。日本のマスゴミは自分らね、全然関係ねえのにトランプ像がひどいですよね。多分安倍総理と仲良かったから、トランプ叩きは安倍側の一環、安倍側の編集なんでしょうね。ハリスの父母はですね、アフリカ系、ジャマイカの黒人の父とインド系の母親の間の子供がハリスだそうであります。すでにツイッターその他でアホパヨどもがですね、ハリスに投票しないのは人種差別キャンペーン開始だそうであります。見てないんですけど、ハリスに投票しないのは女性差別バージョンもあるみたいであります。お前らね、アホパヨどもね、同盟国とはいえ外国の選挙にどうしてそこまで頑張れるんだって謎なんですけど、やっぱりこれ安倍川編集のトランプ像が彼らの原動力なんでしょうか。バイデン撤退に対する各国首脳反応。スターマーイギリス首相、バイデン大統領の決断を尊重する、これまでと同じく米国民に何が最善であるかと基づいた判断を下していくだろう。シュルツドイツ首相、彼のおかげで米欧の協力は緊密になり、 NATO は強くなった、米国は頼れる良きパートナーになった。トルドーカナダ首相、バイデン氏の行動は全て彼の愛国心によるもの、カナダ国民のパートナーであり真の友人だと。世論です。人事だしね。大統領任期までまだだいぶあるけど、なんかもうやめたかのようなコメント。個人はいい人でしたムードやん。岸田が辞める時も素敵な褒め言葉をお願いしますね。新人首相のスターマーまだ経験ないでしょうけれども、シュルツとトルドーなんかはサミット席上でね、どっかに行こうとするバイデンを実際に介護した経験あるもんね。撤退表明もやっぱりねぐらいしか思ってないんじゃ、あんだけボケてるよね。自我に見てからね、シュルツとトルドーはね。2020年ベルリンコリア協議会っていうのがあって、ミッテクに慰安婦像を設置しましたとさ。日本政府、2015年日韓合意に基づき撤去を要求。ベルリン市、芸術品とは認められない、撤去に抵抗するコリア協議会の主張を却下。ミッテ市のシュテファニー・レムリンガー区長、9月28日までに撤去しなければ過料を科す、罰金を科す。コリア協議会会長、
区は少女像の撤去を自ら負担せずにお前たちが片付けろと言っている。当たり前だろそんなのは。肖像像の意味は消し去り、全ての被害者のための記念碑を設置すること自体が矛盾。ちょっと何言ってるか分かんないですね、とにかく面白くない不満だっていうことは分かった。ちょっと何言ってるか分かんないですけどね。世論です。そもそもが朝日新聞の捏造だし、世界中にクワを撒き散らしてんな。どこが平和の少女像だ。彼を大なり韓国政府からの補助金になれば撤去される、韓国政府からの金で彼を賄えるてるうちは撤去されない。金払えば置いていいってことでしょ。払えばいいじゃん。彼をではなく賃料と考えるんだ。群馬県のように大執行後に撤去費用を請求すればいい、代わりに雷大違反の像を置けばいいよ。いつでもどこでも不法占拠が大好き、金払えばそのままにしてもらえるやだから優しい処置じゃんと。群馬の森公園の朝鮮人追悼碑と同じ構図ですね、ここも教会自身の手による撤去を要求されたがされず拒否して、しゃあなしで県が撤去して、撤去費用をね、あたから請求したんでしたよね。群馬の連中は素直に払ったのかな。9月28日から過料を課す、金払えば置いといていいみたいよ。賃料だと思って素直に払えば。ベルリンコリア協会が抵抗すればするほど、騒げば騒ぐほどドイツ人の間にもなるほど、知れば知るほど嫌いになっていく。で、誠によろしいんじゃないでしょうか。散々暴れてもらいたいもんですね、ドイツ人が眉しかめるほど。新聞赤旗編集局長から緊急の訴え。赤旗が財政面でも体制面でも発行の危機に直面しています。体制面っていうのは人がいねえとかそういうことですかね、日本の民主主義に不可欠な公共財が失われることになりかねません、だってお前ら共産主義者なんだから民主主義守らなくていいんじゃないの。民主主義の心配はしなくていいんじゃないの。お前ら共産主義者なんだから。赤旗という公共財を支えるために買ってくれ、拒否、寄付してくれ、というのが緊急の訴え、つまり金くれ。世論、ただの自然淘汰でしょ。必要とされてねえんだわ。でもお前ら共産主義者じゃん。公共性皆無がよう言うわ。カルト教団の機関紙が社会の公共財、役所で押し売りすればいいのでは。共産党員が大量に買えば良いだけでしょ。自民パーケン買ってくれ、共産赤旗買ってくれ、毎日新聞見習って不採算地域を切り捨てればいいんだねの。毎日新聞は富山県の業務やめますって言ってたもんね。そういう経営努力一切せずにですね、金がないから買ってくれ、寄付してくれって、なんという幼稚で考えなしなのか、なんというバカなのか。赤旗なくなれば政党助成金もらってない、闇の金が多すぎて収支報告出せないからもらえない。共産党にも大ダメージですね、共産党がなくなれば少しだけ世界が綺麗になりますね。LGBT だの SDGs だの BLM だのアンチファなどに形を変えた共産党が発生中ですけれども、こいつら全員ですね、何言ってっかっていうと、突き詰めると俺が正しい、俺の言うこと聞けちか言ってないからすぐ分かりますよこいつら、バカで幼稚っていうのも共通です。トランプ前大統領狙撃を許したシークレットサービスに批判殺到、都合悪い真実が次々発覚。2年前から警備増員要求しているのに無視している。当日は警備の欠員を地元警察が補った。狙撃の数時間前から犯人を監視していたのに放置。キム・チートル長官はジル・バイデンの友人でコネ就任。ジム・バイデン、キム・チートルの意向で、意図的にトランプ警護が手抜きされていた可能性があると、いうようなことが世論です。仕事に思想持ち込むね。なんか黒幕分かっちゃったんですけど、これトランプが当選したら粛清されるやつやん。暗殺テロリストの銅像を建てちゃう韓国粉子、アン・ジュンコンでしたっけ。チートルは極左偏右だからトランプを守りたくないだろう。むしろ狙撃成功すればよかったなぐらいは思ってるかもしれないよね。暗殺を防げなかった奈良県警よりはマシ、シークレットセービスが当てにならんならトランプの私兵で周囲固めた方がいいなと、チートル長官はこんな顔したおばはんみたいですね。専門は極左のフェミだって、とっても警護の警備の実務ができると
思えないんですけどね、私にはね。なんか目つき悪いし、日本の左翼もそうなんですけど、だんだん同じ顔になってきますよね。爬虫類顔っていうか、深海魚顔っていうかね。アメリカではこんな友達人事がまかり通っちゃってんですね。総理の夫人がお友達連れてきてよ、国家公安委員長をやらせるまで行ってない日本の方がマシかもしんないな、まだな。トランプはバイデン政府を当てにせず、私兵雇ってガードした方がいいんじゃないのこれ。毎月イーロンから71億円の寄付があるし、そのぐらいできるでしょ。まあ無能を具現化したようなですね、奈良県警よりはシークレットサービスマシですけどね。今日の単身です。気温上昇、山梨の甲府市と栃木佐野市で 39.1 度を記録。やばいっすねこれね。皆様も熱中症にくれぐれもお気をつけください。脳みそが煮え上がったらもう元には戻りません。東京国立市で100歳代の母親の首を絞め、刃物で刺して殺害した70歳の娘逮捕。介護がきつくなってと供述しているようであります。これは気の毒としか言いようないっすね。いやーもう長生きすんのも考えもんだなこれな。非常にレアケースの70、100問題が発生しちゃいましたね。事件発覚前に自分で110番通報してんで、これは自主扱いですね。発覚後に謎に出たのはただの出頭となりまして、あんまり言及されないというのも豆知識であります。奈良公園の鹿を殴ったり蹴ったりする中国人が動画で拡散されております。国の天然記念物、奈良公園の鹿は神の使いに何やってんだと。日本人一同激高。奈良公園も中国人お断りした方がいいんじゃないの。大久保バルさん見習ってさ、鹿さんたちもですね、中国人と認識したら逃げた方がいいっすよ、殴られるから。あるいは集団でですね、頭突きかますとかさ。それよくあれだな、その動画拡散して世界中に中国人ってこういうやつだって、知ってもらった方がいいかもしれないですね。こういう中国人いるわっていう話を拡散した方がいいかもしれないですね、英語かなんかでね。というわけで、チャンネル登録よろしく。8月15日終戦の日、メール党員様、靖国神社正殿参拝と懇親会あります。詳しくは党員メールをご覧ください。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。